藤谷蓮次郎です。記憶旅行と題しました当チャンネルをご覧いただいてありがとうございます。今日も私の大好きなアーティストの1曲ご紹介いたしますので、最後まで、まあ、5分足らずくらいで終わりますので、最後までゆったりした気持ちで、おおらかな気持ちでお付き合いいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。その上でですね、ああそうそう、そのアーティスト私も好きだとか、その曲いいなと俺も思うよという方はぜひともチャンネル登録またいいねで、共感を示していただけると私としては大変励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは参ります。今日の企画はこちらです。ライブ版トークの第8弾、ハウンドドッグのロールオーバーツアー東京、1982年のライブアルバムです。こちらを紹介してまいりますが、今日の曲は面白い曲です。そこまでぐん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 進んでた感じからちょっとね、最初こうキーボードがチャイニーズというかですね、ちょっとどっか抜けた感じのというか面白い感じの曲です。おちょくられたように、これ、確かシングルにもなってたはずです。浮気っぽい彼女に、最初からなんとかアプローチして一度くらいは一緒に酒を飲もうよとか、なんか僕のものになっておくれよみたいなところをこう迫ってる男、ところが彼女は他の男と腕を組んで、こちらの視線に気がついてるはずなのに、こう当てつけのように、誰とでも仲良くしちゃう、でなんかおちょくられた感じになってるという、でサビが「Midnight あーっていうところでわーって観客が乗るんですね。非常に、面白い曲です。詩と曲が、まあ、重要な人物ですね。藤村和清さん、この方の名前をぜひ、この方だけじゃなくて八嶋さんもそうだし、他のメンバーもちろん大友康平さんご自身もそうなんですが、ハウンドドッグにお兄ちゃんのような人たちとして憧れた世代としては、やっぱり今記録しておきたいという気持ちがあるものですから、こうして動画を出させていただいておりますが、藤村和清さんの詩と曲です。どっかユーモラスなところがあって、女の子を一生懸命追いかけ回してるというかね、どうか俺に振り向いてくれよと歌っている歌としてのハウンドドッグ、この時代のハウンドドッグらしいシングル曲ですが、で編曲が後藤嗣俊さん、後藤嗣俊さんはこの頃のねハウンドドッグさんの、まあ、メインのアレンジャーだったとは思うんですが、これが今から聞くとどっかコミックなっていうか、どっか面白い、差し迫ったパワーと迫力で、愛が全てさと言っている大友康平さんとはまた違う、どっちかっていうとちょっとずっこけた、可愛い彼女に振り回されまくって、浮気なパレットキャットとかもそうですけど、可愛い女の子に振り回されながら、でも自分は彼女が好きなんだ、君のことが好きなんだ、お前さんのことが好きなんだ、どうか俺のものになっておくれよと、俺の方振り向いてくれよと懇願して歌ってるっていう、その懇願ぶりがかっこいいし、その一生懸命僕を振り向いてくれよっていうことを、俺を振り向いてくれよっていう感じが、なんかこう、まあ、ちょっと時代で言うと昭和の、どちらかというと不良っぽいお兄ちゃんたちの、一方で彼女は非常に、グラマーだったりコケティッシュだったりする、いろんな男の子からこう声をかけられるような女の子、モテ放題の女の子に対して、いつか俺のものにするんだ、俺の彼女になっておくれよっていうことをダイレクトに言う感じ、これがいつも言っていただくダサかっこいいの部分だと思うんですが、そのダサかっこよさみたいなのが結局ハウンドドッグの一番のこの時期ですよ、この時期のハウンドドッグの魅力だったような気がします。ぐっとね、ポピュラーになってからのハウンドドッグさんの曲はユーモアって考えると少しなくなってったかなっていう、これロックで、先ほども言ったようにこのステージの中でもっていうところでみんなでわーっとお客さんが乗ったりしてるから、すごくスイングしたいい曲になってるんですよ、ハマった感じの。だけど一方でどっか可愛らしい面白さみたいなのがあって、その感じを前面に持っているのがこのおちょくられた夜というふうに感じます。ぜひ聞いたことのない方は聞いてみてください。ハウンドドッグのシングルでもありましたので有名な曲です。初期段階でやっぱこういう感じだったなと思ったりしています。今日はライブ版トークの第8弾、ハウンドドッグのロールオーバーツアー東京から、
おちょくられたより、いよいよ中盤に入ってきました、これが6曲目かなのおちょくられた夜、藤村和樹さんの曲をご紹介いたしました。次回また次の曲、次の曲は初期ハウンドドッグを代表するあの名曲です。ぜひお楽しみにご覧いただければと思います。以前取り上げたこともあるんですがね。でよろしければチャンネル登録、いいねの方よろしくお願いいたします。最後までご覧いただいてありがとうございました。またお目にかかります。失礼します。